はい、皆さんこんにちは。今回はですね、前に紹介したインターセクションソルバーと一緒に使用するととても便利なマッスルツールの方を紹介していきたいと思います。ともに無料なんで、ガムロードの方のリンクを概要欄に貼っておきます。ぜひ試してみてください。では早速見ていきましょう。はい、では見やすいんで球体を使用していきます。 N クロスを使用していますが、別に特別なことをしているわけではなく、すでにあるものをアクセスしやすくしているだけです。ではてっぺんから見ていきましょう。メイクリジット、メイクマッスルとありますが、リジットというものは N リジットのこと、マッスルは N クロスのことです。では一つメイクリジットしていきます。半透明になりましたね。これが N リジットになったということです。同時にニュークリアスとここに N リジットのノードができますね。そしてセレクトリジットはリジットになっているものを選択します。リムーブはリムーブします。次メイクマッスル、メイクマッスルは N クロスをかけるということですが、同時にピンク色のシェーダーをつけます。これはたまにピンク色にならない時もあるんですが、 N クロスはちゃんとついているので大丈夫です。もし気になるという方はリムーブクロスをして、そしてもう一度メイクマッスルをしてください。では2つともテストします。まず1つをメイクリジット、1つをメイクマッスル。それでここにコントロールがありますね。下の方でやってもいいんですけど、アクセスしやすくツールの方にも入れました。リセットは1にセットする。ネクストフレームは1フレームずついきます。少しずつソルブしていきますね。リセットでプレイはそのままプレイします。もう一度プレイボタンを押すとストップします。こちらのストップボタンでも止まります。もう少しアングルを変えて見てみましょう。プレイ、このような感じにソルブされます。では2つともマッスルだったらどうなるのか、見やすいように半透明にしますね。ではプレイをします。このような感じに2つとも重なっている部分が外に押し出されます。はい、次こちらにボタンが2つありますが、これはプリセットのボタンです。1つはコリジョンソルブプリセット、もう1つはエクスパンド&フィルプリセットとなっております。エクスパンド&フィルプリセットの方はストレッチレジスタンスが20から1に変わります。プレッシャーの方は0から2に変わります。エクスパンドするんで中のプレッシャーを強くして膨れ上がるということです。ちなみにワールドスケールはセンチメートルを使用しています。違うユニットで使用する場合はこちらの数字は全く異なることになるかもしれません。 Thickness というのは厚みです。こちらはですね、 N クロスの厚みになってます。なので厚ければ厚いほどリジットとのギャップが生まれるということです。ですけどこれを高くしすぎると演算に時間がかかってフリーズしてしまったりすることがあるので、まずこのように低い数字から始めてください。ストレッチレジスタンス、どれほど伸びるということに抵抗するかということですね。リジティティ、これはどれほど元の形状を保つかということです。なので0にしているので形状は保たなくていいということです。1にすると形状を保とうとするので、同時にこちらのジオメトリも外に押し出されて動いてしまいます。プレッシャー、圧力ですね。押し出されると同時に膨張していくということです。プレイしてみましょう。だんだん膨張していきますね。次プッシュアウト、これは重なっている部分をどれほど強く押し出すかという数字になってます。で次の設定なんですけど、 N リジットの方になってます。この辺の設定は特に変える必要はないと思いますが、念のため入れてあります。はい、では次の2つのボタンはリラックスエッジズとインフレートエッジズ。リラックスはだんだん縮んでいきます。逆にインフレートエッジズは少しずつ膨張していきます。一回ソルブしたものがまたコリジョンしている場合があるので気をつけてください。次こちらはスキンだけのものになるんですけど、一つだけです。リバースノーマル、ノーマルを反転させる、それだけのものです。ではなぜ反転させるのかというとですね、筋肉を膨張させて体の中にフィットさせている時にそれをブロックするバリアが必要ですよね。その時にスキンをリジットにする必要があるんですが、このままだと外側を向いてしまっているのでリバースをかけてメイクリジットをかけます。でこのように内側に向けてリジッドにすることによって中の筋肉をエクスパンド&フィルにセットした時にプレイボタンを押すと膨張しますが、このようにスキンがバリアになってそれ以上広がることはありません。ですが他のものを貫通してしまってますね。この場合はその辺の周りのものを一緒に選択してそれらを全てリジッドにする必要があります。ではもう一度ネクストフレームで1コマずつやります。大丈夫そうですね。プレイをします。このように他の筋肉にぶつかりながら皮膚にもぶつからないようにブロックされていますね。
これでちゃんとフィルされたということになっています。ちょっとやりすぎて今形がおかしいですね。リセット。はい、では次、フリーズのセクションにブレンドシェイプとペイントウェイトがありますね。これは主にメイクマッスルの時に使います。例えばとりあえずメイクマッスルしますね。でブレンドシェイプをかけます。そうすると真っ白になりましたね。これで全てのパーツに元の形のブレンドシェイプがかかっています。これを黒くすることによってこの辺がブレンドシェイプの影響を受けないということになります。ではエクスパンダンドフィルプリセットでプレイ。このようにブレンドシェイプがかかっている場所は形が変わりません。それとかかっていない場所は同じように膨張し続けます。そして次のボタン、ペイントウェイト。この状態でもしもう少しこっちの方を膨張させたかった、それとももうちょっと縮めたかったという場合にペイントウェイトを押すと、この状態のままでもペイントできます。このような感じになります。リセット。リムーブクロスを押すとリムーブクロスを押すと同時にブレンドシェイプもなくなります。ノーマルがおかしくなった場合はソフテンレンジをもう一回かけてください。はい、では次、トランスフォームコンストレイントとリムーブコンストレイントがあるんですけど、どちらかというとブレンドシェイプの方が使い勝手はいいかもしれません。メイクマッスルしてから動いてほしくない場所、頂点を選択します。でトランスフォームコンストレイント、そうするとこのようにコンストレイントがかかってますね。この状態でプレイを押すとこのような結果になります。リセット。そしてコンストレイントを取り除く場合は選択してリムーブコンストレイント。タイムの方は先ほどから使ってますね。はい、次で最後です。シェイプス、トグルインプット N クロスメッシュ。これはまずマッスルにした状態からシムしますね。このようにシムした後に元のメッシュを見たい場合はこれでインターミートオブジェクトをトグルします。同時にこのような機能はコリジョンをソルブしたときに Next Frame どのようにソルブされたのか見ることができます。ソルブされた場所だけが変わっていて他のところが動いていないのがわかりますね。もし何らかの理由でデリートヒストリーなどをしてしまい、インターミディエートオブジェクトが残ったら、デリートインターミディエートオブジェクトで消すことができます。それでいて、もしシェイプネームがおかしかった場合は、フィックスシェイプネームで直すことができます。一つ N クロスを使用する上で気をつけないといけないのは、このようにひどくインターセクトしているものに使うと爆発するということです。見てみましょう。メイクマッスルしてコリジョンソルブプリセット。NEXT フレームでやります。予想通りですね。爆発していますね。これからもっとひどいことになります。なのでリセット。こういう時はですね、なるべくこの形を保ったままソルブするといいので、リジディティを 0.5 とかに上げてみましょう。NEXT フレーム。まあ多少爆発しましたね。そのうち離れていきます。ですがこの問題はリジディティで元の形を保とうとしているので、他のパーツが動いてしまうことがあります。見えますか？ちょっと動いてますね。これではいけないので、こういう時にブレンドシェイプを使います。実際に動いてほしい場所を黒でペイントしていきますね。スムーズをかけて。はい、このようにすると。わかりますか？動いているのはこの場所だけです。このようにね、ツールといっても完璧なものではないし、結局 N クロスを使っているので、最善の注意を払って使用しましょう。このような筋肉を実際にソルブする動画は長くなってしまうので、また別に撮ってアップロードしますね。では、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、コメント、評価、チャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。